4番手比嘉です。バッター栗山は今日は2安打うち1本はタイムリー。山さん、はい、その栗山選手打ったのはチェンジアップだそうです。はい、で秋山が出て、はい、この打球は左中間に伸びていく、レフトセンター間、間入った、ホームラン、栗山勝ち越し第5号のホームラン。右手を振りました、ガッツポーズを見せた栗山。追いつかれたすぐその後の先頭バッターで左中間スタンドへ勝ち越しのホームランです。第5号6対5、1点リードになりました。さあここは改めてまず栗山の今のホームランを見ましょうね。ワンボールからの2球目、積極的なバッティングをしていこうという今日のライオンズですが、このスイング左中間、そうですね、左中間だっただけに、はい、どこまで伸びるかなという感じはありましたが、栗山選手のこの打った仕草ですね、はい、やはりこの振り切った感は非常にありましたね。